アキナの飽きないチャンネル。あ、どうやろう、これ開いて、うん、これが開いて奥でこのたくさんの方たちが踊ってるっていうのがいいかな。でもほんまにお父さんが使っていいよっていうかまだわからんから、ね、確かにね。拭くのもそれからにしましょうか。とりあえず1枚にしといて、うん、そうしようか。ほんなら何したらいいの、まあ、することないんだ。一回だから思ってるように作ってみてもらえば、うん、ああなるほどね。違う、また買いに行ったら、うん、ほんならさっき言ってたこれよね。これで、うん、こっちにつけたらいいのか。これをこっちを骨組みをさっき打っていく。どういうやり方がいいの。これを先にここにつけてしまって、うん、ここを打ち込んでいくのか。もう電動でウィーンって入れていく。早いよね、やりだしたら、うんうん、だから最初に決めとった方がいい、うん、最初それを。じゃあこれをまずここにつけます、うん、結構こっちから長めの釘、内側からだいぶ長ないとこに。だいぶ長い釘やね、それ。これぐらい、これやめようかこれをやめてどうする。あ、これやん、これとか、うん、この辺をやっていきません。さっきのやつはやめて、それをここ、うん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 、なんか大変やな結構マジで僕のやりたいイメージはあります、うんね、さっきから言ってるこのね、うん、こうやって積んでいくみたいな、うん、でそこに沿った、あ、これこうした方がいいんちゃう、ここだったらこの木当てがってそっちの方が多分いいと思うでみたいな案はみんなどんどん言ってほしい。いやもちろんパッと思いついたら言うよ、うん、だからこれとか言うてたよみんなで。そうそう、この時めっちゃみんな結構意見出したで、うん、原くんもこれ観音開きどうですか、うん、言ってた言ってた。これに関して全然なんで言わへんの、こんなん別に何やろ、後でいいのよ。これに関するこれがいいのか、これがいいのか、なんかそういうなんかこと言うてほしいねん。おもだから知らんって言ってるやん DIY めちゃくちゃイライラしてる知らんことをなんか俺もっとなみんなで話し合ってやると思ってたほんならなんか全部なんかやってさ吹かなあかんわ。正直ちょっとこれバケツに水入れに走ってる時とかなんか恥ずかしかったんや。一人やん俺関係ないやん。ほんなみんなやる言うてくれて今日集まってくれてんじゃん。俺間違ってる？いやみんななんか案あるやん。みんな初心者やから。初心者やけど角さんもねタバコを自分でこうやって削ってとかそういう器用さ持ってますやん。なんかこれ釘どっちから打った方がいい打つんで角さんボソッと言ってましたけど、はい、そう知らんよはっきりとどっちがいいんかなそういうのも考えながらみんなであこっちの方がいいんちゃうんとかあ、俺こっちの方がいいと思うでとか一人やん今チームちゃんバラバラやわこんなこんな機嫌よここ座ってた時とかも恥ずかしいそんなことはないですよ。思わずか。いやそれ手伝いたいよもちろん
僕がどっちから打つんって聞いたのは、そのままやとキャプテンは打ちつけて丸太の方からしかビスを打てなくなるんですよ。え、どういうことですか。そこにその角材と、はい、その竹の、はい、打ちつけるつもりやったでしょ最初、はいはいはい、それつけるでしょ、はい、その後から丸太のやつをつけようと思っても、うん、反対側から打とうと思ってもやりにくいでしょ反対側、はいはいはい、内側から打つん、はいはい、でなったらこっちから打たなしゃあないってなるでしょ。なるほど。ってなるからキャプテン少し思いとどまってくださいっていう意味でどっちから打つんって僕聞いたんですよ。あ、そうなんや。だそういうことやね。今みんな聞いてて分かったと思うけど、人って位置では伝わらへんねん。言い過ぎかなっていうぐらい説明してあげんと。恋愛もそうやん。だから喧嘩なんだよ。そうじゃない？なんかさ、風邪ひいたぐらいでさ心配せえへん人っているやん。でも風邪ひいて大丈夫って言ってほしい人っているやん。その差って出てくるやん。風邪ぐらいやったら大丈夫って言わへん。俺言わへんのよ。それで何回も今まで恋愛の中でなんで大丈夫とか言うてくれへんのって喧嘩になりました。いや、それは実はこうこうでとかちゃんとその都度話し合ってまた伸びていくのよ。ああなるほどねって。な、なん思うことだと言ってほしいね今も。どう思う堀内くん。いや僕まだどっちが前か横か分かってないんで。ん、入り口がどこか分かってないんで。ほんならなんで黙って見てんの。入り口どこですかキャプテンって。いや、よう思った時もうぶち切れてはったんですよ。言いにくかったって言いますか。原くんはなんか思ってた、まあ、こここうした方がいいんちゃいますかとか思ったこととかなんか、なんかあった。そうですね、なんか例えばこの、ま、丸のやつとか、うん、これね、それをなんか壁にしちゃうんだったら、うん、例えばなんかこの薄い板を壁にして、でそこに丸太例えば半分に切って貼っていくとか、うん、装飾できるんや。そう、なんかそういうの言うてほしい。はい。であと一個気になったんやけど、これを壁にしちゃうんだったらっていうのはもったいないですよみたいな括弧入ってんの。なんかするんだったらとしちゃうんだったらで意味合いめっちゃ変わってくるんだけど言葉の響きが。あ、しちゃう、しちゃ、あ、それしちゃうんだみたいな感じのしちゃうに聞こえたから。いい、それ大丈夫やんな。あの、そこまで、うん、僕も考えてなかったです。全然そういう変な意味はないってことだよね。はい、そうやったらいいねんけど、そういう風に今こうやってちょっとずつみんなの気持ちが分かってきました。そういうのを自分のタイミングでどん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 喋っていきたいねん。今までやいやいやいや言いながらもやってきてるやん、作ってきてるやん、ムード。そこはさ、そこはさんとこうや。いやいや、そ、種類がちゃうかったから今回は、うん、多分みんな分からんことの方が多いからさ、うん、なかなか自信もないというかな、こうした方がいいんかなっていう、うん、言うのも、うん、でもない中でほんまに言って言い合っていかんと。僕正直に言いました最初に、 DIY 正直わからない、みんなそう、競争、うん、ただ父親は大工さんやったから、うん、後で聞いたらわかる、うん、そういうちゃんとした芯になってくれる人は後ろ支えはいるから、うんうん、今神社行ってるから帰ってくるまで何度もできへんけど、うん、それまではみんなで話し合おうよ。でその待ったらいいのになって思って、お父さん来てから
あ、そっちもそれを思ってた。脳がそれを思ってんやったらそれを言ってほしかったわ。でなんか言える空気じゃなかったというか、なんかどんどんテンション上がってんのか知らんけど、これはこうしようかみたいな、わーって言われてもこっちも素人やか分からへん。ね、今日みんなでね、こんなん作ってわー楽しんだ後、うん、これやろうと思ってたんよ。これ何それ。この前話し合いの時に角さんがこんなんあるよって教えてくれた丸太のやつ。ほう、もうここ火出すだけでこのまま全部が火出てきて最後もう全部燃えてっていう、うん、ここでいろんなことできるの、うん、でここで大きいマシュマロとか焼いたりとかそんなの考えてんのよ、うん、これだけ一緒にやろうとか言うてんちゃうよ。いや一方的に、うん、これを手伝うんが嫌とか誰も思ってなくて。そう俺も、うん、嫌がってると思わへん、うん、思ってないよ、うん、ほんまに。でもあんだけ何もみんな言わへんかったら嫌がってんのかなと思ってしまうし。それは誤解。やる気はあんねんね、みんなやってくれるつもりはお豆のため。いやもちろん、じゃあ今日来てないし、うん、あんねん。楽しみやった。楽しみよ、うん、それが感じられへんが。そういうの考えてるから。マシュマロちょっと買うん忘れたけど買うん忘れた、うん、ちょっとマシュマロ買うん忘れたけど一番大事やん、まあ、近くにあるから。まあ後で買いに行けるから。そうそうそう、とかそういうのもやってんのよ。空回りやん。じゃあもう手探りやん何もだつかんもう手探り真っ暗。こんな晴れてんのに、まあ、曇りやけど見えへんの。ずっともうこんなどこですかって手伸ばしたら掴めるとこおってよ。おったつもりやったんやけど。ソーシャルディスタンスでちょっと離れてなあかんねんから、心ぐらいはそばにおってよ。いやその一気に来たからいえ こういうのってなんか積み重ねで怒られるのは分かんねんけど、なんか結構序盤でさ一気にキレられたからなんかびっくりしてんのよ、うん、みんな。キャプテン寂しいなったほんまに、うんうん、全然みんな心配するの、うん、どうしようってなってたしさ別に。ちゃんとちょっとほな一回、うん、母親がなんか水とか、うん、ちょっと用意してくれてるみたいで一回それ飲んで休憩しよう。早いって休憩何もしてないやん。お茶とかあるみたいで吹いただけやで、ね、まだ。じゃあ早いわキャプテン。だって水とかしたっけ。なんで急に怒りだした。いや、なんで急に怒ったんやろ、うん、あんなキャプテン初めてやったからさ。大丈夫、ありがとう。神社行ってくださいお父さんに聞いたら一発やん、まず。そうです。ほんで、やんわりみんなそこ思ってたやろ、はい、お父さん追ってくれたらさ、話し合い。その素人みんばっかりの集まりでさ、こうやってやっていこうかってなっても俺無理やと思う。それをなんかこうやってなんか丸太こうやってやっていって、それで何もでこうどうしようかみたいな。それなんでやらへんのみたいな。それ一気に、あ、おった。おったわ。掛け口ちみんなの分持ってきてくれてたのにごめん。ごめん。みんなのが入ってんねんなそこに。ごめん。ごめん。ちょっと一回ほんまに。ごめん。ごめん。ごめん。ちょっと一回戻るから、うん、こっち戻ってくるときはおいでかいなみたいな。そっちで迎え入れて。なんかちゃうわ。ほんまごめん、うん、見たくないもん見た。ちょっとやっちゃったな。みんなで止めれなかった。うん、迎え入れてあげよう。それは
いやでもおかしかったから絶対。うわっ、持ってきてくれた。そう、あのめっちゃでかいやん。結構ね、あのみんなで一回シティーボーイとか出るシティーボーイとか出るシティーボーイちゃうやん。せんせん、シティーボーイちゃうのに。シティーボーイちゃうやん、うん、違うのにこういうふうにごめん、さっきはごめん。お父さん帰ってきはったんじゃない。あ、ほんまやほんまや、お父さん帰ってきてくれた。一回ちょっとそれぞれごめんごめん、それで一回飲んだりして。ほんまごめん、ありがとう。休憩しよう、ほんまに。いただきます。はい、一旦ほんまにちょっと休憩して切り替えよ、休憩。はい、入ったんじゃん。一回届かんやろなって思った人いた。なんで言ってくれへんの。アキラのアキナイチャンネル、チャンネル登録よろしくお願いします。先生はグッドボタンが大好きだから星の数だけ押してほしいよ。グッドボタンっていいねのこと。ああ、そういうんだね。